はい、本日で坊ちゃん最終回。まずはテンポよくシールコンプしていいの。最後にシール100枚以上集めると解放、シークレットステージで締めです。早速、ステージ1から見てないパターンが。2つあるアイス、当然最初は半分越してそれが正解だったんだけども。妹ちゃんにもう1個あげたらどうなるかな？お兄ちゃんにあげる優しさあるかな？あ、なかった。まあこの年齢で目の前に出されたらそりゃ食べちゃうよね。お次、兄弟で双子をあやそうとするも。激沈、どんまいお兄ちゃんお姉ちゃん。お次、トイレで髪がないピンチステージ。ウォシュレットなんて操作できたのね、全く気づかなかった。ただはい、これ使うにも髪は必要でした。もう一個、妹ちゃんに助けを求めるも。見返りのお立ちを持ってない場合。この状態の兄を見捨てる妹なのでした。かわいそうなお兄ちゃん、今度はカラスに挑むも。うんこー。うん、こういうのが見れるからコンプはやめられないよな。今度は鼻から牛乳ステージ。お友達の笑わせ攻撃に耐え続けると。お、なかなかの変顔だが。坊ちゃん、こらえた。3回目、さあどうだ？あ、結局耐えられないエンドなのね。これ、乾くと超絶臭いやつ。お次は坊ちゃん家、節分より。鬼パパをタップすると、あらら、妹ちゃんにはまだ怖かったようだ。さあ、今度はいっぱいの節分豆を。カラスに全部あげてみると、当然みんなで食いついて。豆の姉。そして父と兄が困惑の中一人頬張る妹なのであった。そんな妹ちゃんにこれを渡すと。豆は巻くより食いてえ妹ちゃんでした。可愛かったな。お次は雨で遊びに行けないてるてる坊主ステージより。使うティッシュの枚数で数パターンのてるてる坊主が制作可能。3枚と1枚パターンを見てなかったのでまずは3枚で作ります。なんか強そう？良い顔してます。うん、見た目通り強すぎて雨やますのを通り越して熱く。マジでこの効果あったら僕ちゃんやり方次第で超金持ちなれるぞ。さあ、3枚だと強すぎたってことは1枚だと逆パターンかな？貧相なてるてる坊主に。やはり、こっちはパワーナッシングでした。さあ今度はママ大変すぎステージ。妹ちゃん、ママに甘えるも。双子ベイビーにママ、すぐ取られちゃう。ママのお手伝い、あやそうとするも。ここも成功せず、どんまいだぞ妹ちゃん。この顔、マジ好き。今度はウサギであやそうとするも、ちょっとしたホラーに。いや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 、普通に怖いわ坊ちゃんが見ても泣くだろこれ。お次は坊ちゃん名物、本物探しのシリーズ。この3人はもうチェック済みだから。唯一確認してなかったこの人。イヤマスクの癖強すぎか。今度は授業中坊ちゃん。何もせずにスタートすると当然。先生に怒られちゃいます。教科書カモフラージュも。あっさり見破られたやるな先生。お次、坊ちゃんプロレス。パンチからのかわす。元気にパンチしに行った坊ちゃんでしたが、まさかのカウンター高い高い。じゃあ次はかわしてパンチだ。かわすまでは完璧でしたが、攻撃力、なさすぎた。ここの妹ちゃん、マジナイスキャラ。さあまだまだこのステージ見てないパターンたくさんです。初手ジャンプを選択するとそのまま抱っこ坊ちゃんかわいい。そしてこの顔である。お次はかわしてからのジャンプだと？これは、痛すぎるやつ。当然、反則技なのでね。さすがに相手さんも決めちゃった？リング上で怒りのお尻叩きしつけ。お、ここは妹ちゃんやらかしステージ。せっかく兄が強敵撃破のゲーム、セーブ前に強制終了してしまった。正解は大好きなプリンをあげると許してもらえるんだけども。ただただご機嫌取り作戦は？まあ失敗だわなからのまさかの妹ちゃん落切れは草。今度はウサギちゃん慰め作戦。さすがにな、無理だわな。
さあお次は弟ちゃんポテンシャルエグいよ。はいはい、早すぎ。何もせずにスタートすると、まさかの踏みつけからの来ました。これが1位です。ダントツでシールコンプのおかげで見れてよかった。ランキング、ツンツンすると怒りゴリラ、しつこく3回ツンツンするとブチ切れからのうんこー、脳天ミラクルヒット。こんな面白いの見逃してました。次は雨の日の帰宅ステージですね。愚かさは濡れるとかじゃなくてまさかの雲、びっくりでした。そして誰しも人生1回ぐらいあるよね。もう雨とかどうでもいいぜ、吹っ切れちゃうパターン。ドロンコママに怒られるエンド予想でしたが、ダブル風邪引きエンドでございました。お次は G 自宅での流しそうめん。妹ちゃんが全部取っちゃうので仕方なく、そこに溜まったやつ。なんかやだなそれは。もうこれは流しそうめんじゃないな。ミニトマトで妹ちゃんを混乱させる作戦もまさかの妹ちゃん流しそうめん職人。さすがのポテンシャルです。お次は石蹴り帰宅ですね。普通に危ないやつな。猫ちゃんを放置スタートすると華麗な猫パンチ炸裂でした。お次はお菓子の家ね。眠り薬を入れて魔女の眠りドリンク製作をお手伝いすると、お、いました。愛くるし兄弟。魔女さん、美味しいジュースだよからのジョロ兄弟でした。はい、終わったです。もう終わった。これで監禁生活怖くて妹ちゃん泣き出すかと思いきや、この状態でもふてくされくさ。ここはあれだな、新しい靴ゲットが成功かと思ってたけども、まさかのかけっこで勝利が成功のステージ。ローラーのついた靴だとかけっこ、どうなるでしょうか。普通に走った方が速い気がしてならない気もしなくもないけども、ややこしいな日本語。さあローラーシューズの威力は、余裕ぶっこいてるけど、遅いやんけ。普通に惨敗。こんなエンドも未回収で残ってました。カンニング坊ちゃん。おい坊ちゃん、右手右手。露骨カンニングでした。ここは初海外旅行ステージだな。空港で妹ちゃん、迷子に。パパママにそれを伝えると家族大慌ての中、誰かについて行ってる妹。誘拐じゃないよ、妹ちゃんが勝手にパパママだと思い込んでついていってたくさ。さあ残すシールもあとわずか。黒板消しをちゃんと綺麗にしてからじゃないと、小学校あるあるネタでした。お次、先に一人でジージの家に。この電車を最後まで寝過ごしちゃうと、ああ、ジージここまで来てくれてたのに。めちゃ気持ちよさそうに爆睡。そしてまさかの夜まで眠り続けた結果、なんだかとってもホラー感満載の駅に取り残されてしまった坊ちゃんでした。文字も意味不明だ。それじゃあ最後、いろんな障害を排除して双子ちゃん誕生後初の家族全員集合写真。全部の障害を残したままだとこんな一枚に。ジージハゲフラッシュ双子おむつ機嫌悪口ずっこけフレームアウト犬逆に乱入。おのおのの失敗が最後のシールでした。はい、これで全140枚シールコンプだぜ。それじゃあ最後ですね、シークレットステージクリアで坊ちゃん3も遊び尽くし完了。ステージ名、いつもの日常。いや赤ちゃんの画力じゃねえ、才能爆発しとるやんけ。届かないのかな。届かないってことはこれか。あ、額縁だけ取ってなるほど、こうしちゃうと。てどなた、ここ坊ちゃん宅よね。ておー、赤ちゃんで金持ちじゃないけー。妄想？幻想の世界かこれは？あ、落とし穴やっぱ現実ではないようです。おお、本物の鬼さん登場だと？あれ、この桃でパワーアップ坊ちゃん桃太郎だと思ったんだけども、タップしても落ちてこないな。じゃあこれならどうだー？まさか鬼さんからそれ奪えるとは。おし、桃回収。そしてはい、知ってた坊ちゃん桃太郎とってもキュートでございます。おとももかわいすぎな。からのお、また来た坊ちゃんプロレス。この影はまさか出た妹ちゃん仮面。はい、かわいい兄弟二人のコンビネーションアタックじゃーい。さあまだ続くのかな非現実。
あ、なるほどね。ステージ30までに登場した非現実のステージは全部夢落ちだったと。最後の最後に回収来たな。そしていつもの日常と、幸せいっぱい最高の家族エンドでした。はい、今作も遊び尽くした。双子ベイビーも追加でますますパワーアップした坊ちゃん新作。文句なしに最高でした。ありがとう。ね、やっぱこのシリーズ大好き。癒されましたね。それじゃあ以上、坊ちゃんさんでした。一度でも見てくださった皆様ありがとうございました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。